も、マイクの間に、新しい命が、ます。お分かりで、性別の発表を、させていただければなと、思います、スーパーですね、女の子でした。マイちゃんの方に似てくれればいいなと、自分は思ってます。このポンコツに生まれたら名前まだちょっと決めてないんですけど、決めして、また皆様に、報告できればなと思ってます。いつの予定日が8月の20何日とか。また数字って言わないで。やけやな。29が、予定日です。やばいですかね。はい、言いたいことない。あの家の方は、あと、まあ、家の方を、買おうと思ってまして、場所が、まあ、ちょっと岡山から、岡山市内から離れるんですけど、マイホームス、マイホームス、俺の汎用性が瀬戸駅の方にですね、家を建てようかなと思ってます。結構土地が、あるのでですね、家建った方、皆さんを呼んでですね、バーベキューとかできればいいなと思ってます。はい、ぜひとも。うん、ちゃんとアポは取ってね。アポは取って。いるアポ、アポ存在知らんで、僕なんだけど。そんな感じですね。いつ立つかはちょっと分かってないんで、また立つときは、何かしらで報告しようかと思います。はい、そうです。はい、じゃあみんなで、全員で遊びに行きます。イエーイ。新しい命が授かっているということで、もう本当に大切なお体なのでね、まさか本当にお願いしますね。はい、授かっております ね、頑張って。ほらみんなここにいる人全員ね、もうまさきとママちゃんの味方だし、二人とも大好きだから、もうなんかあったら言ってな。だいたいハマちゃんの写真撮って可愛いね。可愛いわ。可愛いね。可愛いよ。ちょっと寂しい状態ごめんね。ここで